ストーリーがめちゃめちゃいいみたいなねことをねみんなからね教えてもらいました。あとニーヤめっちゃ人気じゃね。刀なの？敵反応多数確認。見ればわかるよ。かっけえ。アンドロイド？違う、こいつ機械生命体です。人じゃん。ドキー！待ったぞ！お前、待った！サイヤ人みたいなことしてんな！ねえ、トゥビー。どうした急に。お前、配信わかってるな。あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました、うん、まるで、感情が…機械生命体に意識なんかない。そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうだぞ、言い聞かせてんだな、これは。なんかそんな感じするわ。なんかさ、お互いうすうすいろんなことに気がついてるんだけど、それを肯定しちゃうと自分たちがさ、もう単純に人殺しだからさ、これ。いろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。もしかして、スバルたちが宇宙人だったりしてな、シュバ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 って言って、あー、もうシュバシュバじゃねえよ。あ、これ取りたい。待っててくれてるじゃん。慎重にね、慎重にね。はい、取った。え、うん、ここは喋んの？なんだこれ。あなた方は怪しいから壊そう。トゥビー、待て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 、ちょっと待って。破壊する。待って、ダメ。急に萌えキャラみたいなの出てきたんだが、スバルより声可愛いんだが、あの見た目で。おい、ふざけんなお前。ホロライブ所属のスバルより声可愛いとか何事なんじゃおめえ。本当に萌えキャラのポジションはね、スバルですでに埋まってんだよ。死んだんだか、王様。え、何？え、かわいい。え、トゥービーに似てる。トゥービー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認。破壊を推奨。破壊？どうして？なんで？ナインエス、行くよ。トゥービー。何？お前！もうない言葉、こんなに人生において言葉が見つからないこともないよ。うわあ、オラオラ生命ごめんなんか、ね、本当に動物愛護団体に訴えられる。ね、本当にごめん。ね、本当にごめん。こんな死んでると思うか。ね、本当にごめんな。行くぞロボコ先輩。シュワー。シュワー。カラスバルが、あ、今のはカラス。やばい、返し、あ、待って待って、やばい、もう待って、よっしゃー、よっしゃー。トゥビー待って、こっからもう一戦はまずい。トゥビー大丈夫？ダメ。大丈夫、この化け物を倒す。ダメ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 。え、待って待って、嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、え、マジで言ってんの。え、ちょっと今さ、リアルに右手震えてるんだけど、こんなことある？ちょっとねえ、なんてことはないと思うので。まだ出てくるの？一緒だね、気持ち一緒だね。俺にとっては姉ちゃん、姉ちゃんだけが全部消えてなくなる。
兄弟っていう感覚あったんだな。どうして兄ちゃんを殺した。いや、ちょっと待ってもらっていいですか。ちょっと待ってもらって、ちょっと ダメージでバグってるからってことか。殺すのかお前。マジか。まあでもしょうがない。え、殺すのか。まあでもそうだよな、まあ殺すしかないか。嫌な予感しかし、もうだろうな。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃった、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから、でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだよ、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないか。いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。え、怖っ。え、怖っ。そろそろ始まりますね。ちょっと探索しよう。2周目はね、探索するって決めたからね。警告、速やかな。機械生命体に対する興味がもう抑えられないです。独立して好きに研究させてもらいます。え、おい、エンディング回収した。え、ねえ待って、やばいね。こんなエンディングあるんかよ。え、でもさ、機械生命体研究するの、まあそっか、プログラミングとか言ってるからとか。あー、なるほどね。いや、あまりにも草じゃねえよ。エンディング喜べねえよ、こんなな。返するか。好き好き好き、おっぱい好き好きじゃねえよ。ルシアが泣くだろうが。私はあの人のために美しいになる。この石を手に入れるために体のパーツのいくつかが動かなくなってしまった。でもこの傷は勲章。うわー、アンドロイドのみならず同胞の機械生命体まで食べてみた。だが彼は私に振り向いてくれない。鏡に映る自らの姿の無意味さに絶叫する。誰か私を認めて。そういうことか。もうさ、ニーアオートマタ絶句することが多すぎる。ねえ、報われねえ、マジで。何これ、シナリオやば。よくこんな報われない話を、なんか、うわー、もう
なんか感想出てこない、感想出てこないけど、確かになんかやるせない感情だけが残ってる今。もうなんかさ、悲しいは悲しいじゃん、悲しいは悲しいんだけど、でもさ、悲しいっていう一言でさ片付けられなくない？この話、敵じゃなかったんじゃない？敵だけどさ、おい1万円あださー、元気になったわ今。いや元気にならねえよ。1万円でこの話の機嫌が取れると思うなよスバルト、すげえ。いやトゥービー乗せてやれよ、あはは、ティモンとブンバだ、イエーイ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 。待って、ナイズ振り落とされそうで笑う、降りる、バイバイ、またな、ありがとうな、楽しかったぜ、いただきます、使う。待って、なんかロード入った、ねえロード入ったねえ、ロード入ったんだが、興味を抑えられずアジを食べてしまった、直ちに体液の凝固が始まり、全身の筋肉が硬直し始めたのが分かる。確かにうまい。人類が食用にしていたのもうなずける。薄れゆく意識の中、アンドロイドはこんなことを思っていた。死んだじゃん！もう！なん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 。だが疲れましたね。本当だよ！サルトルは人のことを考えない男で。相手は勝手に幻想を押し付けて盲信するこの関係に一体どんな意味があるんでしょうか。サルトルに聞けばいい。やめろそんな、ちょっとやめろ、皮肉やめろそんなの、自己満足でしょマジレス、やめてよ、なんかこの関係結構既視感あるからやめてよ 9S、 これはリスナーにもダメージ、9S お前は今リスナーにめっちゃヘイトタンクみたいなことになってるぞお前今、大丈夫か。あーエミール推奨ポッド射撃による強制戦士。今でも最後のあのビリリ玉みたいなやつが出てくる前まではうるせー。友達を殺した赤いフードのやつは見つかった、その件なんですが、どうやらそのフードあなたが売った可能性があるんです。こんなんもう、こんなんトンチでしょ、トンチ聞きすぎた一休さんみたいなことになってるじゃん。廃墟都市の爆発のすぐ後に赤い髪の女レジスタンスが赤色のフードを売りに来たと。赤い髪、私があのフードを、あなたと犯人に何らかの関係があった可能性も、わからない、そんなのわからない、知らない、殺したところだけ記憶がないのかな。確かこのポットの記録まだ残ってる部分があるんでしょう。殺したところ記憶がないのか、もしかして。言いにくいんですが、記憶喪失状態のあなたが犯人である可能性も。構わない、私は真実が知りたい、だからお願い。わかりました、では始めます。窓の外でエミールが爆走してんのめっちゃウケる。ねえもう横尾くんさ、私は夜は E 型、夜派だの？脱走者や裏切り者を殺すために作られたアンドロイド殺しのためのモデル。アンドロイド殺しのためのモデルとかあるんだ。偽装し裏切り者に近づき殺す。だけどある日友達を殺す命令が下されて、それで私は指示に従って親友を手にかけた事実から逃げたくて、だから私記憶を自分で消去したんですね。そう、でもこれ一回じゃない、何度も友達や恋人になっては殺すことを命じられた。繰り返し、これでいいんだよ、これでいいんだよね。私は夜は E 型、処刑モデル。友達を殺したくなったら言ってね。私の仕事。怖い。もうやばい、心ぐちゃぐちゃになる。エミールの音楽とこの BGM で心がぐちゃぐちゃになる。え？だってさ、いや処刑モデルに心をつけるなよ。そんなモデルがあったんですね。 2B は知っていましたか。知らなくていいことだってある。そうかもしれませんね。 BGM もやばい、 BGM もやばい、 BGM も相まって見える景色が違う。もっと穏やかな景色
こんな世紀末みたいなゲームじゃなかった、スバルがやってたのは。で、エミールは、エミール、お前どこ行ったんだよ。今こそこういう時に限って消えるしよ、エミール。なんでさ、処刑モデルにさ本当に心をつけちゃうのかな。バカでしょ、絶対いらないでしょ。記憶喪失でね、どうしようこれ。 2B が E 型とか隠してることとかないよね。空の箱をめっちゃ送ってる。待って、月にもしかして人っていないのか。いや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 。ナインエス司令官、すまないが司令部まで来てくれ。来たな。了解しました。スバルに呼び出されて4期生もこんな気持ちだったんかな。廊下にいる。メインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります。いや強くね。司令官、ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。人類はもういない。うわー、もう正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを。異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。どうしてこれを僕に。本当だよ。理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。じゃあ誰が作ったの。自分で決めるんだな、これからどうするか。裏切りのヨルファはこのことを知ってたんだな。だからあれだ、戦う意味を見出すために人類を作ったってことか。だからレプリカントが結局ダメだったんだ。だから遺伝子ともうそのレプリカントの情報しかないってことか。だから毎回同じ放送。そういうことか。なるほどね。もうこれ以上の絶望ってなくない。でもさあラストか。ラストでもないか。なんかさ、左にさ、なんか色素の薄い女の子立ってたね。地球だ。こっから向かうんだ。いいね。うわすげー。うわこっからなんだ。いやこれはおもろい。何がやばいか言っていい。こうやって戦ってるけどもう人類いないから正直この戦いに意味がないことが一番やばい。ごめんな。割れねえな。え、なんかいる、なんかいる、なんか二人いる。汚染されているのはお前たちじゃないのか。どういうこと。違うんです。 2B 9S、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。やっ、もうはめられたじゃん。はめられたじゃん絶対。 2B が 9S が握っちゃったから。正解。何、このゲームマジで本当の悪者が誰か分からん。司令官早く。私はいけない。なんで。もう司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。うわー、もう2B、もう基地が。死ね。行け 2B。 どうすればいいの。待って待って、もう何、どうすればいいこれ。やったオープニングなの。かっけー。これオープニングだ。
バンカーに帰れないんだ。どういうこと？推奨早急なワクチン投与。やばい。ナイエス来てくれ。いやー急げー。やばい、汗がやばいね。待って、いろんな汗がやばい。今ジャンプできるか。ダメだ、ジャンプできない。待って、やばい、ジャンプできない。やばい、やばい。なるほどね。でも良かったんじゃない最後にさ。まあ良くはないけど、もう分かんないな、何が救いなのかも分かんないな。ここまで来ちゃうとなんか機嫌がどんどん悪くなって何にも喋らなくなる切れ方す。ちょっと今のはカラスです。 2B の刀だ。おやすみ 2B。 いい夢を。僕もすぐに行くから。やめろ、そんなことを言うな。こんなんもうクエストじゃないでしょ、もう人生じゃんこんなん。もうタイトル画面って匂わせてたんじゃん。だってあんなんさ、もうさ刀刺して終わりで、じゃあ次行きましょうってなるじゃん普通だったら。なんかちょっとあそこをしばらくいたくなるもんな。ちょっとあそこにいて感傷に浸りたくなるのがやばい。もういいじゃん、今日あと1時間ぐらいここにいてさ 2B の思い出語ろうやみたいになってしまうのがまずい。仕方ありませんね。どういうこと？それであなたが救われるのなら。助かる。うわぁ、分岐がある。エース様、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。かっこいい。エースさっさと行け。何がすごいってさ、今までさ機械生命体で敵側だったのにさ、今はさめっちゃ自然にさ パスカルたちを守ろうとしてんのがやばい。やばい、目がかゆいです。ちょっと待ってね目がかゆい。まずい、パスカルが。いや、守らなくちゃいけない子供たちがいるんだ。やばい、全員ジルトしてる。あー、部屋に戻ってともぐいしてませんように。うわー、パスカル視点なんだ。ほーらー、すごくない？こんなに配信で堂々とため息つく実況すごくない？これは自殺。やば、おめ伸びしてる場合じゃねえよ。お願いがあります。もう絶対やだ、その願いは聞きません。
もう聞きません。耐えられません。聞きません。消去していただけないでしょうか。バカじゃねえのか。殺してください。お前はよ。いやダメでしょ、そんなん逃げだろ。そんなんダメだよ。ロックオンすんじゃないよ。行くよみんな、もう帰るよ。いやだって別に一人じゃないじゃん、 A2 いるじゃん。いや何か方法があるだろ絶対。ちょ待たない。まあでも多分逃げたら死ぬ、自殺する。だってさ、これ記憶を取り戻してしまった。まあじゃあ消すか。消してまたやり直そう。ああもうもうどうすりゃいいんだよこれ。もうどうバーガーだ。こんな重要な決断を人に任すな。自分で決めろこういうのは。ああもうしんどい。ありがとうございます。どういたしまして。名前がもうないんだ。名前も忘れちゃってるんだ。これ子供のやつじゃん。これここで換金できる。いや3万円換金、こんな命の価値でしょこんなん。ねえもう既視感がやばい。ナイエス死にそう。あーなんか場所をさ最初解放してたじゃん。なんかあーここにもセーブポイントがあるとか言ってた時代ってマジで平和だったんだな。はあやばい。スバルの陽のオーラが横の陰のオーラとバトって今負けかけてる。モデル21を最悪だよ横。大丈夫。何が大丈夫なんだよ。今殺すか。やば、大体ここでヒーローが登場するか。誰。もうまた君はそういうこと。もうなんか意識失いそう今。もういや誰か一人でもいい、幸せになってて、もう全員が救われる物語をくれとは言わんが、誰か一人でもいいから救われてほしい。違う違う、そっちじゃないです。違う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 、あなたはこっち、なんと狙って。違う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 、君はそっちやで、知ってたろ。あーもうマジでやめてください。あーもう自爆するじゃん。お前は後悔するなよ。もう一緒じゃんこれ。恒常的な罪悪感の生成を義務付けられた。やば。だから私たちがやったことのって延々言ってたんか。罠でも何でもいい、皆殺しにするだけだ。あーダメですねこれは。え、どういうこと。マジ粉々に壊せ。いや目赤くなくてよかった。回避、回復、回避、ここナイス。今殺すから。もう絶対そうなると思ったわ。もう最初見た時から。そのセリフはね、 9S から聞けると思ってたが聞きたくはなかったな。いいや、セーブしない。もうはあ双子いた、双子だ。もうロードするよロード。あーこれか。ああ A2 か。あ生きてる。でもの入り口はなんだ。私たちは役に立ったか。立ったぞ。ああ優しい A2 の言い方。なんかでも A2 やっぱいいやつなんだな。実際誰も悪くなかったな。戦わなくちゃ。もう何と戦ってるんだ。え、これあれだ。貴様の存在は無意味だ。うるさい。無意味って何。ヨルハ基地バンカーのバックドアが開放されるようにセット。意図的に機械生命体によって攻撃させることでバンカーを破壊。あそこでビリビリってなってなんか違和感を感じてたのは、ナイエスが気がついて運よく生き残っちゃったんだな。まあ運がいいのか悪いのかって感じだけど。うわでもこれ別にさ気
づかない方が幸せだったよな、絶対。人類が残したアンドロイドがまるで人類になりたいかのように、エイリアンが残した機械生命体がまるで人類になりたいかのように。そうだね、私たちは人間だ。ネットワーク化された私たちの方が圧倒的に強い。さあ、それはどうだ。愚かなアンドロイドよ、なぜあなたは死を受け入れることこそ全ての終末ではない。じゃあお前も死を受け入れろ。敵自我データ崩壊率よっしゃー。予測、敵自我が分裂を開始。ネットワーク化されなくなるってことか。私たちの勝利を疑う者は、なるほどね、自分の中で戦いは怖っ。こわっ、やばいやばい、逃走を開始。人類みたいだ。本当だよ。こっからよし。あ、今のあれじゃない、ナインエスと乗ってた機体じゃない、頂上。なるほど、こっからナインエスってね。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。でもエツ知ってそう。笑えるよね。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女のトゥービーというモデル名は偽装だ。なるほどね、言ってたよね。トゥービー、2号機 B 型、ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。新潟だったんだ。うるさい！お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。水晶、もうさえ、操作するヨルハ機体。何これ、鬼畜の所業みたいなゲームじゃんこれ。待ってよ。そうだな、 9S を、だって考えて 9S を救っ 9S で A2 を倒したところで救いはないけど、 A2 で 9S を倒したらその先にまだ救いがあるかもしれないし、 9S を救うためにはもう死は救済しかないから、もう倒すしかない。 A2 で 9S を倒して、私 9S も 2B のところに行くみたいなこと言ってたから、多分それを望んでるはずかな。まあスバルだったら若干のハッピーエンドを、感染してる 9S を殺すかな。もうマジで、だってもうそこにしか救いがない。本当に構わないか。やめろよ。はい、 A2 選んだよね。あー、 2B の腕が発見。了解。いいやつだなお前は。打ち解けてるじゃん。もうさ、この BGM、 人が死ぬ前の BGM なんだよな。
ナイエスを頼む。え、どういうこと？え、肩代わりしたってこと？そんなのできるのか？こんなに世界が綺麗だって。あ、オープニングだ。気づかなかったな。みんな今行くよ。選択で 9S。 9S を頼む。トビねえ、もうマジかわいそう。一緒に来るかとアダムが言う。その言葉に憎悪はなかった。よかったね。僕も機械生命体を憎む理由はもうなかった。いや、最初からそんなものはなかったのかもしれない。何のために戦ってきたのか、誰のために生きていたのか、もうわからない。あー、もう泣いちゃうよこんなの。うわー、これどうすればいいの。でもなんか 2B と一緒にいてほしいからさ、やめてほしいのもあるけど、 2B はさ、箱舟に乗ってないでしょ。やめておくよ。僕たちヨロハはこの世界に愛される資格なんてないから。そんなことないけどな。そこにいたんだ、トゥービー。シワ救済だな。パーソナルデータの削除を拒否する。お、理解不能。意識だ。ポッド042からこの結末を容認できないという結論に至った。え、全てのヨルハ機体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。繰り返す。私はデータの破棄を拒否し、データのサルベージを行う。パパじゃん、マジで。君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。僕は答えだと。低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。はい、巻き戻った。え、いいエンド。え、何。あ、この物語を許すなってこと。え、こういうことか。ここがラスボスってことね。アンダーテールと同じ炎が起こってる。 HP とかないから当たってもいいよね。え、コンボさん。あー、けっさ。いや、認めねえよ。抗い続けろ。その後必ず成功するでしょう。ヒグマのよう。ヒグマのよう。え、これリスナーだね。はあはあはあ、明日は月曜日だって言ってみれば頑張れ。いや、私は頑張った。いつだって応援してる。白くまぜんと、私も君と同じ道を通りました。いつだってお前のことを見ているぞ。サスカルの村。これあれか。これは、あー、くっそ。しぶといやつですね。言い換えてみればとりあえず続けろ。あがない続けろ。せめてここでやめるんだ。なるほどね。から救助の申し出を受信。あ、なんか救助してくれるらしい。これどうなんの。すげー。え、すごい。頑張ろうみんな。え、やべ、いってごめん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 、死んじゃった。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。直すの。壊れたやつをもう一回直すってことか。
それでもう一回違う未来を今から作るってこと？あとだ。あー、だからポットが結局。ポット1号さんよりプレイヤーへ何か言葉はあるか？伝えたいことがある。ある。君は今めちゃめちゃあるな。最初は何かの間違いかとこれにしよう。けれど君だけじゃないようにしよう。日本、これにしよう。完了。弱き者たちを助ける意思はあるか？はい。この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。おー、いいな。だが代償としてすべてのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを助けたいと願うか？あー、まあいいでしょう。はい。助ける相手はランダムで選ばれる。だからその相手は、助けを求めている相手は、君の嫌いな人間かもしれない。それでもその誰かを助けるか？うん、やらないよりやる偽善。ごめん、ちょっともうショックで。あー、スバル、スバルのクエストだ。スバルのクエスト、スバルが、スバルが集めたのに、スバルが集めたのに。スバルを見せつけんなよ。さっさと消せや。早く殺せよ、早く殺せよ。あー、スバルが買ったやつ、スバルが買ったやつ、スバルがコアを打って雪地で買ったやつ、スバルがクリアした、スバルがクリアした。みんな助けに行くからよ。スバルのデータを引き換えにみんなのところに助けに行くから、あったらよろしく伝えておいてくれ。全データの削除完了。はあ、これでお別れだ。少し寂しいと感じる。いいやつ。最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当に本当にありがとうございました。言えたじゃねえか、言えたじゃねえかよ。スバルのデータ消えちゃった。スバル頑張って集めたのに、スバルのデータ消えちゃった。やばい、めっちゃ悲しい。スバルのデータ消えちゃった。オープニング変わった。はぁ、もう本当に最初からの、うわぁ、スバルのデータ消えちゃったけど、はぁ、おもろかったな。いいセーブ中が泣いてる。スバルの中の心の中のセーブ中が泣いてる。はぁ、とんでもねえゲームだ。誰このヤバいゲーム作った人、これマジヤバいんだけど。 2B も 9S もね、自己犠牲でね頑張ってきたから、スバルも自己犠牲でよかったんでしょう。最後はなんかいろいろ考えさせられるゲームだったな。立場によって正義も違うし、考えることも違うし、結局虚無だしみたいな。見てくれてありがとうございました。はい、ということでですね、最後に、よければですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな